こんばんは。しじまるさん、ハートありがとうございます。神の子、お疲れ、ファイト、今日もお疲れ様です。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。テロップ入れます。めっちゃ真剣な感じだ。 Twitter と TikTok のフォローお願いしますお願いします。たわきーさん、だるまありがとうございます。こんばんは。しょうちゃん、だるまありがとうございます。こんばんは。ハートさん、花束ありがとうございます。お疲れ様です。こんばんは。やっほーやっほー。お、セイタンティーの役ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。はい、ツイッターと TikTok 始めたのでぜひフォローお願いします。この配信の中で TikTok 上げようと思ってるんですよなので見てる人はみんなフォローしてねっていう。そう、まだ後であげます。こんばんは。夜久しぶり、真っ赤です。ちょっと暗いんだけど、明るいとこんな感じ。パシャパシャ。この角度がいいんだけど暗いんだよね。そう、明日若たんが体調不良により休園で、ほのぴーが代わりに出てくれることになりましたので、皆さんありがとう。ほのぴー、そうなんです。ぶひやまぶひよさん、青だるまありがとうございます。寝落ちしてたわ。そうなんや。でもいっぱい、そのか、それはあれだね、いっぱい再生してくれたということかな。ありがとうございます。そう、なんか謎にですね、なんか謎のなんか設定なのかバグなのかで、全然あの検索しても出てこないみたいで、私が、あの皆さんが出てきてるよって教えてくださってるのは、あのフォローしてくださってる方は出てくるんですけど、フォローしてない全くのサラピンアカウントだと出てこないんですよね。なんとかして早急に直したいと思っておりますので、お待ちください。そうだから全然あの伸びなくて悲しいので。ぶひやまぶひよさん、青だるまありがとうございます。明日公演入る、ありがとうございます。ほのぴーカラーではありません。あやね最高、やった。そう、渚最高の TikTok 毎日投稿企画で TikTok を始めたので、フォローよろしくお願いします。よしみあやねで検索しても出てこないかもわからないので、よしみんアンダーバー1018のだと確実に出てくると思いますので、 ID よろしくお願いします。会える気がしますみほさん、ボンボンありがとうございます。くばとうさん、青だるまありがとうございます。お、ツイッターの動画見た、ありがとうございます。固定ツイートにピアノの動画をねアップしてるので、ぜひたくさん見てくださると嬉しいです。あ、キャンマチ入れるかどうか、入れますように。そう、青いVさん、尊い、ありがとうございます。そう、セイタンティーの受付も昨日からスタートしておりますので、ぜひショップに行かれた際は、はい、ぜひぜひお揃いしましょう。あ、そうだ、プロフィールにそう貼ってるので、そこから飛べば必ず行けるので、フォローよろしくお願いします。せなちゃん、ハートありがとうございます。お、昼コン行く、ありがとうございます。コージ、ゴーシさん、ボンボンありがとうございます。お、ライブ、そうなんです、そうなんです。あのすごい近い感覚じゃないかと思うかもわからないんですけれども、あの今度の13周年ライブ、13th アニバーサリーライブのライブグッズが出ました。めっちゃ可愛いです。しかもめっちゃなんかね、いろんな種類があって、そう、ランダムのもあるんですけど、個人グッズはね、リックうちわとかタオルとかありましたので、ランダムだと
なんかアクリルコースターみたいなのとか生写真もありますので、とっても可愛いピンクを基調としたね、ちょっとバレンタイン感のあるめっちゃ可愛いやつですので、ぜひゲットしてください。可愛いです。休戦協定6月の生写真とアクリルキーホルダーも販売中ですので、ぜひゲットしてくださると嬉しいです。あれめっちゃヨシミンヒなんですけど、ヨシミンヒ休戦協定の生写真とアクリルキーホルダー漏れましたので、ぜひゲットしてください。謎に漏れました生写真、ぜひゲットしてください。ヨシミンヒー最前列、あー、半分そうなんや。待ち合わせやで。そうですよ、昼夜ダブルヘッダーなんですね。いつも私が昼夜公演出るとき、ヨシミン推しの方が朝じゃない昼公演に固まっているとか夜公演に固まっているってことが、まあ、どっちもいらっしゃるけど、夜の方が多いとか昼の方が多いとかが多かったんですけど、今回はすごいどちらにもいっぱい行くよって方が多くて嬉しいですぜひヨシミンの皆さんで仲良くなってくださったら嬉しいです。昼夜どっちも行くって方もたくさんいらっしゃるので、そう、でも昼も夜もいらっしゃるので、ぜひ昼夜の間にでもね、ぜひ仲良くなってくださったらと思います嬉しいです、仲良くなってくださると。ゴーシーさん、竜巻さん、ボンボン、ありがとうございます。しょうちゃんもありがとうございます。お、夜公演よろしく、ありがとうございます。しろまさん、ボンボン、ありがとうございます。お、ライブグッズ予約した、ありがとうございます。そう、ぜひ決定してくださると嬉しいです。お、一番注文してた、ありがとうございます。レモンさん、ボンボン、ありがとうございます。タオルかな、なんだろう、個別、なんだろう星だ。サーロインじゃないです。オンラインは後日出てくると思います。確か生誕ティーのオンラインって後日出てきますよね、確か。まだだったけど、でも買えますので、ショップに行けないって方も必ずゲットできますので、ぜひお話会でお揃いしましょう。お話会で生誕ティーお揃いでを作っているので、ぜひお揃いしてお話会待ってます。タオルが星になるんだね。タオル可愛いですよね、めっちゃ嬉しいです。タオル憧れですよね。しょうちゃん、金魚、ありがとうございます。さかさん、ボンボン、ありがとうございます。お、久しぶりに、そうなんや、ありがとうございます。やった、平八さん、レインボースター、ありがとうございます。チケットホルダーまだですよね。チケットホルダーぐらいかも、まだないの。あとアクリルスタンドもデビュー記念のアクリルスタンド以来、あとグッドスプーンさんとアクリルスタンドとチケットホルダーとかも憧れですよね。お、明日始めまして、そうなんや、ありがとうございます。ぜひ言ってくださると嬉しいです、名前そうなんです、本人比お、昼よねくん、ありがとうございます。昼入れるか、おお、ありがとうございます。お昼行く、お昼行く、おお、昼よどっち、おお嬉しい。ぜひ昼も夜も頑張ります。明日はアミノ酸体数がバッチシですので。チャミさん、ミホさん、ボンボン、ありがとうございます。予約完了、おお、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。一茂さん、ボンボン、ありがとうございます。よしパパさんも、ありがとうございます。ぶひやまぶひよさん、金魚、ありがとうございます。徳島和さん、金魚、ありがとうございます。あ、オンラインも予約も2着いいね、ありがとうございます。 F さん、ボンボン、ありがとうございます。確かに洗い替え大事、そうね、大事大事。山俊さん、レインボースター、ありがとうございます。あ、そう、フラッグありましたよね、びっくりした、フラッグみたいなフラッグありましたよね。そう、タオル嬉しいです。タオル憧れだったから。
ビンスケさんありがとうございます。家の国旗ぜひしてください。ヨンさん星ありがとうございます。金魚もありがとうございます。そうね、会場行くよって方は受け取りがいいかも。その場でできるし、でも行かないよって方はね、あの受け取り、あの配達もありますので。アンケンさんボンボン、コバトンさんボンボン、ありがとうございます。花火あの制服も可愛いですよね、白の。なんか結構清楚な感じだけど、ヒョウ柄だね。前田玲子さんの TikTok で衣装紹介してるの見て可愛いと思ってて、なんか白の衣装が割と好きなので結構いいですよね、あれ可愛い。清楚な感じで、なんていうのか、なんかスンって感じで可愛い。デコデコさん花火ありがとうございます。TikTok 上げようかな今。そう、今配信中にね TikTok 上げて、失礼しました、今上げたので見てねっていう感じにしようかなと思ってて、トレーディングカード、あトレカ、すごい韓国アイドルみたい。待って、なんか私のさ、あのちょっと待ってねじゃあ TikTok 上げます、上げます。なんか謎に止まっちゃってた、ごめんなさい。なんでやろう、ツイッターシェアしようとしたらなるんですよ、くるくるに。あ、ただいま、よかったよかった、全然バンじゃないです、ごめんなさい全くバンじゃないです。あの私がツイッターシェアしようとするとアプリ移動しちゃうから落ちちゃうんですよね、ごめんなさい。そう、その代わりはツイートしたのでよければ見てくださいX ポストしましたんで。ただいま、失礼しました、ごめんなさい。ってことで TikTok 上げますので、今日はとある場所で撮りましたので見てください。ちょっと最終確認しますね。待って、がっつりあれだ、どうしよう、待ってあれだ、ちょっと作業が必要かもね。少々お待ちください。とある場所、そう、とある場所で撮ってきましたので見てくださいね。毎日投稿なんでやっぱいろんな場所で撮った方が面白いかなと思ったので、いろんな場所で撮ろうと思ってますので。でも先輩もすごい面白い企画をされてる方がたくさんいらっしゃいますよね。あの衣装紹介とか、1日ごとに近づくとか脱ぐとか音消します。 F さんかわいい、ありがとうございます。待ってね、最終確認中でございます。
ファイト、ありがとうございます。お、ダブルヘッダーでありがとうございます。リンさん、いいね、ありがとうございます。わーわー、少々お待ちください。ちょっと待ってね。少々お待ちください。すいません。ありがとうございます。ね、そう、皆さんめっちゃ面白いですよね。ちょっと待って、よし、文書きます。ハッシュタグ、なぎさ最高、ルンルンダンス。足がルの、カタカナのルぐらい、あの、上がるので、ルンルンダンスです。機械は強い方です。多分得意です。割とルームスとかめっちゃ得意。みんなにね、こうだよって教えてます、いつも。動画編集してます。そう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 、それだそれだ。もう文字打ち中。少々お待ちください。あ、バナー、そうなんですよ。バナー設定しているのでね、ぜひ使ってくださると嬉しいです。しょうちゃん、星ありがとうございます。そう、ルンルンダンス。足がルの形だから、ルンルンダンスです。こんな感じかな、ハッシュタグ。そう、ハッシュタグね、めっちゃつけまくってるんですよ。やっぱ何が、ハマるかわからないのでね。少々だけやで。少々お待ちください。よし、あげまーす。あげまーす。高付けして。あと1ヶ月で。あ、ピアノと歌今日はします。ルンルン気分。まあ確かに、それはそうだけど。よし、あげますので、見てね、みんな。ちょっと待って、ね、最終確認。最終確認、必要。いや、あの、もうちょっとハッシュタグ足します。アイドルとアイドル、アイドル。よし、あげます。はい、次こそあげます。いきます。あ、最終確認。慎重なもんで。
いや、あげました。見てくださいね、 TikTok あげましたので。あ、まだ 90%、96%、97%、99%、 はい、上がった、上がりましたので、ぜひ見てください。 TikTok ムーチョさん、おんぱありがとうございます。お待たせしました、 TikTok。 あ、なるほど、配信終わった、なるほどなるほど、ありがとうございます。金魚鹿尾さん、ありがとうございます。山寿司さん、レインボースター、ありがとうございます。ダイヤさん、ボンボン、ありがとうございます。たまや、あ、ナングラしますね、明日、明日までなので。そうだ、今日はちょっとピアノと歌がしたかったのであれなんですけども、パチパチ。リンさん、お疲れ、ありがとうございます。 TikTok って通知来ますか？そう、気になってたんですよ、上がるのかな、あ、じゃあ通知来るのかな。ジェンナロさん、花火ありがとうございます。花火ありがとうございます。え、見えない、なんで、なんでなん、ん、あー、上がった、あー、よかったよかったよかった、あれ、来た来た、あ、よかったよかったよかった。そう、ピアノの前で撮ったやつあげてますので、ぜひ見てください。あ、いいねしました、来た、あ、来た、よかった、ぜひ見てください。 TikTok フォローもお願いします。お、おー、ありがとうございます、いいね。あ、見ました、人生近づいていくやつ、めっちゃシュールですよね、あれめっちゃ面白いですよね。期間限定かは決めてないけど、私は続けたいなと思っておりますので。そうです、あ、斉藤君ありがとうございます。そう、ぜひぜひ拡散のほどよろしくお願いします。はい、リンクコピーとかツイッターシェアとかしてくださったら嬉しいです。かまとんさん、ハートありがとうございます。ツイ、 TikTok あげたよってツイートしますね。ああ、コバトンさん、ハート100個ありがとうございます。そう、16歳までコメントができないので、1ヶ月ちょいなんですよ、あと。そしたらコメントができるようになるので、少々お待ちください。そう、右下のね、そう、皆さんにあれ、ちょっと待ってね、ツイートしたら説明します。なぎさ最高。ルンルンダンス。ここのね、なんかここの、ここから押すと出てくる、このリンクコピーって押したりとか、この辺でシェアをしたりとかすると伸びやすくなるみたいですので。あ、そう、ルってる足コメントできないんです。そうなの、あと1ヶ月ちょい待ってね、16歳になるまでできないんですよ。リオピンの TikTok に登場してますルイジです。そう、ストリートピアノの前で撮りました。いいね、ありがとうございます。いいね、入れるポニーテール、ね、ポニーテールの躍動感。ツイートちゃんとできてるかな。あ、すごい、たくさんツイッターシェアありがとうございます。よし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 、タマキーさん、ハートありがとうございます。シェアありがとうございます。そう、
糸宮空港にストリートピアノがあると聞いてちょっとその前で撮ってみましたけど。じゃあ一曲歌ってピアノ弾いて歌って終わりたいと思います。何歌おうかな。そう、いろんなところに行こうと思ってます。まあ、ノーマルノートとかもあげるし、明日も公演のやつでたくさん撮りたいなと思ってるんですけど、やっぱ毎日となるといろんなところに行ったら面白いかなと思ってね。夜景のもいっぱいありますのでお楽しみに。ということでフォローよろしくお願いします。作戦何歌おうかな。何歌おうかな。めっちゃ真顔だった。じゃあジャングルビデオで言った曲をねえ。 TikTok コメント悲しい。ショールーム調子悪いかも。落ちちゃったアプリが。ショールーム調子悪いかも。カラオケできるかな。オッケーオッケーオッケー、ごめんなさい、落ちちゃった。立ち上がるのか、彼氏さん大好き。わかります。ケイトさんの体感がすごい、ステップが好きです。私もこの曲のね、歌詞といい、振り付けといい、キラキラ感といい、それを M さんが歌ってるっていうのも好きなんですよね。全部もう全部大好きです。ということでピアノ弾きたいと思います。振り付けも M さんっぽくて、そう、最初の手をつないでくるくる回るところがめっちゃニコニコしてるところが大好きなんですよ。はい、ピアノ弾きたいと思います。めっちゃいい曲、歌詞もすごい元気が出ます。
まだ2番も歌います。すいません、今日時間の都合上1番なんですけども、パチパチありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、ギャル、
パチパチ夢、あ、そうだそうだそう、あれですね、握手会とかオンライン話し会とかの申し込みのお支払いが今日までとなっておりますので、お忘れないようご確認よろしくお願いします。あの、なくなっちゃうので、せっかくの当選がなくなってしまうので、皆さん、そう、 TikTok 調べても出てこないよって方はプロフィールにリンクはあるので、そう、どうにかしてちょっと原因を探り中なんですけれども、なのでプロフィールのリンクから、フォローよろしくお願いします。そう、お支払いお忘れないようご確認を、最終確認よろしくお願いします。では最後にあの歌を歌って、久しぶりに、あれなんですよ、あの、頻繁に歌えなくなっちゃって、ちょっとカラオケめっちゃ歌いたい欲今やばいんですよね。いけないよ。
醤油工場もありがとうございます。そう、 DMM 配信もありますので、気になかった方はぜひ見てくださると嬉しいです。この47の素敵なまとわれているチームメイトさんの曲も世代交代前夜公演には入っておりますので、ぜひ見てくださったら嬉しいです。パチ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 、ありがとうございます。久しぶりの47の素敵な街へでした。いやー嬉しいですね、ありがとうございました。それでは終わりたいと思います。明日は公演前2回配信しますので見に来てください。それでは次の配信も来てくれるかな。 TikTok 上げたので、フォローといいねお待ちしております。それではまたねー。わー、またねー。